平野紫耀の生配信に横浜流れ星が登場。画面割れる。顔面偏差値高すぎ。視聴52万兆の破壊力。イケメンが渋滞。イケメンにショットの爆発的魅力。平野紫耀と横浜流れ星のインスタライブ。皆さん、こんにちは。ジャーナリストの、あなたの名前、です。 今回は、ジャニーズ界のイケメン二人、平野塩と横浜流れ星が、ファンに夢のような瞬間を提供したインスタライブについてお伝えします。このライブは、視聴者の心をつかみ、SNS を沸かせ、画面すら割れそうになるほどの破壊力を持っていました。平野塩ジャニーズを飛び出し、新たなステージへ。 平野紫耀ジャニーズ事務所からの独立に続き、滝沢秀明氏の新会社とべ、への合流を発表しました。これにより、彼のキャリアは新たな展望を迎え、多くのファンが彼の今後に期待を寄せています。横浜流れ星、平野の友人としてサプライズ登場。このインスタライブでのサプライズ登場、それも友人である横浜流れ星によるものでした。 二人は映画、ハニーで共演し、それ以来、親しい友人として知られています。平野が、みんなを喜ばせたい、と予告し、その言葉通り、インライの終盤、横浜流れ星が別画面で登場した瞬間、ファンの興奮は頂点に達しました。インターネット上での爆発的反応。この驚きの瞬間に、ネット上では驚きと感動が爆発しました。 視聴者数は平野が一人で配信している時点ですでに42万を超えていましたが横浜流れ星の登場によりその数は一時的に52万人を超えるなど圧倒的な反響を呼び起こしましたコメント欄には画面いっぱいのイケメン画面がイケメンすぎて 顔強すぎで画面割れる、顔面偏差値に耐えられなくて画面割れそう、マジで画面割れる、今夜は眠れない、目の保養、など、熱狂的なコメントが続々と寄せられました。その二人のやりとり。また、インライブの中での平野仕様と横浜流れ星のそのやりとりもファンに喜ばれました。平野が、元気から中略、トイプードルみたいな髪形してて可愛い。 と呼びかけると、横浜が、今日、撮影して、たから、嫌から元気そうでよかったわ。平野の、ダンスの動画、見たよ、と返すなど、二人の友情が画面越しにも伝わるほどのアットホームな雰囲気でした。結論。平野市用と横浜流れ星のインスタライブは、ファンにとって夢のような瞬間であり、その魅力は画面を越えて感じられました。 ジャニーズ界のイケメン二人が視聴者に笑顔と感動を届け、SNS を賑わせたこの瞬間はファンにとって忘れられない思い出となることでしょう。読者への挨拶。平野紫耀と横浜流れ星の素晴らしい瞬間を共有できて光栄です。彼らの今後の活動に期待しましょう。それではまた次回の記事でお会いしましょう。